それでは全日本 SB 選手権第1戦、今季開幕戦見事逆転優勝となりました高星光則選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。予選3番手からの逆転優勝ということになりました。どんなレースだったでしょうか。予選3番手になってしまったことで、この週末がちょっと不利になってしまったようだったんですけど、そこをスタートを意識してゴール立てて、ファスティス取れて優勝できて、一気に流れを引き戻したと思う、そんなレースでした。テストの段階から、他のチームであるとか速いドライバーがいる中で、去年から車も変わってといろいろ環境も変わる中で、チームに本山選手を来てというところでいろいろ新しい環境の中で臨んだ週末だと思いますけど、いかがですか。そうですね、チーム的にはすごい、ステップアップしようとしてますし、ただ、まだ経験という意味ではまだ全然足りてない、ところがあったりもするので、そこを本当にチームみんなで改善していって、もっといいものにしていって、次につなげていきたいなと思います。昨年はスポット参戦ですけども、今年はフル参戦のご予定ということで、もちろんシリーズチャンピオンを狙ってられると思いますが、その意味では大きないいスタートだったんじゃないですか。そうですね、開幕戦優勝っていうのはレギュラーシーズン今までなかったですし、それを決めれたことで、他のチームにも、アピールできたと思いますし、なおかつ BMAX チームがね、全日本クラスと N クラス両方勝てたことですごい流れがいいと思うので、このまま BMAX チームで押し上げていけたらいいなと思います。はい、明日も期待してます。ありがとうございます。